皆さん、ハレリア、聖なる、聖なる、聖なる主を称えます。大阪の枚方にあるシティチャーチ牧野の足立です。今日は大阪から、キッズ&ファミリーサポートミッションの働きをレポートさせていただきます。去る4月11日、キッズ&ファミリーサポートミッションの主催する子どもワーシップ集会、アライズジャパンが、なにわ区民センターで開催されました。アライズジャパンは、シンガポールから始まり世界中に広がっているアライズという子どもたちのためのミニストリーで、4歳から14歳を中心とした世界中の子どもたちが子どもたち自ら神様に礼拝を捧げるという集会です。祈りを持って用意された集会は400人もの参加者が与えられました。訓練された若いリーダーたちによるスキットやゲームなど楽しい内容も盛りだくさんで、子供たちはみんな生き生きと主を賛美し、喜びにあふれていました。参加してくださった牧師先生の中からは、日本でもこんな集会ができるんだと感動しました、との声もいただきました。回を待つごとに内容が濃くなってきていることを感じています。第4回となる今回の集会と、これまでとの大きな違いは、集会中の祈りをあげることができます。賛美の合間には、子どもたち自らによる家族のための祈りの時や、友達のための祈りの時など、具体的な祈りの時が何度も持たれ、子どもたちはより深い神様との交わりへと導かれていきました。二人の子どもがステージに上がり、神様に守られたこと、神様に導かれたこと、神様に従う喜びを明かししてくれました。そして、玉井久美牧師によるメッセージ。聖潮の初代編集長でもあり、子供ミニストリーの先駆けとも言える玉井氏は、登壇していきなり、パンパカパーン、パン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 パカパーン、と、子供たちを一気に引きつけ、バビロン捕囚でのシャデラク、メシャク、アベネレゴの話から、主がいつも共にいて守ってくださるとのお話をしてくださいました。その後のデボーションの時間は、イエス様が共にいてくださると分かりました。と、次々子供たちが証のためにステージに上がりました。献金の勧めは、20年前、献金箱に入り込んだ牧師家庭の赤ん坊が、最近献身して進学校に行った話から、献金とは自分を捧げることだとチャレンジがありました。そしてみんなで大きな声でアライズジャパンと叫び、記念撮影、主にある喜びに満ちた一日となりました。これからも KFSM ではいくつかのプログラムを用意しています。長らく日本で次世代の働きに疲れてこられた3人の先生方にお願いしてのセミナー第2回プロジェクト2024が6月20日に開催され、その後夏には8月17日から19日キッズゲームキャンプ、そして秋には10月17日第6回のキッズファミリーフェスティバルが、今年はなんと大阪野音で開催されます。ぜひ皆さんお祈りくださり、ご参加ください。お待ちしています。以上、大阪から足立がレポートをしました。